チェテジュンがパイロット役を好演。ある日突然猫の声が聞こえ始めた。就活生とイケメンパイロットの間に芽生えるロマンスを猫との関係も交えて描く、愛猫家にはたまらないとびきりキュートなラブコメディ、あいつの声。5月16日スタート、日本初放送。